こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日は名探偵ピカチュウやっていきたいと思います。で、今ピカチュウが逮捕されちゃってるんだよね。まずポケモンから話を聞いていきたいと思います。ゴロンダ、どこかで俺と会った覚えはないか。ここ以外の場所で昔に。これ前回言ってたよね。いや、俺にゴロンダの知り合いはいないか。そうか、すまん。俺の思い違いだったかもしれん。ピカチュウがもう一人いるってことなのかな。ここは薄暗く湿気もひどいが、警察署の何階なんだ。地下1階だ。ポケモンたちはみんなこのフロアに閉じ込められている。警察署は何階建てなんだ。よくわからんな。ただ上の階に人間たちがいるのは知っている。そうか、この部屋からなんとか出る方法はないか。いろいろと調べたいことがあるんだ。昨日あんな目にあったのにまだやるつもりなのか。あれぐらいのことでビビっていたら探偵は務まんないさ。面白いやつだ。そうだな。何をするにせよ、まずはレントラーに話をつけるといい。やっぱボスだからね。あいつは俺より前からいる。いろいろと詳しいはずだ。よりによってあいつか。おじけついたか。冗談だろ。見てろよ、すぐに話をつけてきてやる。その息だ、頑張れよ。お、なんか急に優しいね、ゴロンダね。結構最初は静かだったのにね。さあ、あと闇ラミね。なあ、レントラーと話がしたいんだが、どうすればいい。お前なんかがレントラーさんと、無理無理諦めな。まあ、そう言うと思ったさ。じゃあ、勝負といかないか、闇ラミ。なんだ勝負。ああ、ただし暴力はなし。警察署だからな。俺とお前の知能勝負だ。お前が勝ったらおとなしくしてやる。だがもし俺が勝ったら。この新入り目、いいだろ。その勝負乗った。今から宝石を3つベッドに隠せ。それを探し出してみろ。3つ全部見つけたら、おいらからレントラーさんに話を通してやろう。そんなことでいいのか。探し物は探偵の得意分野だぞ。甘く見るなよ。絶対見つからない場所に隠してやる。しばらく目をつぶってあっち向いてな。よし、目を開けてもいいぞ。宝石3つ探せるもんなら探してみろ。さあ、何を隠したんだろう。宝石を3つね。まあ、調べるみたいなのが出る。ここにめっちゃ怪しいけど。現場検証。さて、宝石を探すか。全部で3つだったな。さあ、探すぞ。宝石が何かも教えられてないもんね。宝石は何？まずはこれ調べてみようか。お皿だね。おー、なんだ？あ、めっちゃあるじゃん。え？よし、あったぞ。そんな丸出しなことある？まあ、ここは一旦 OK でしょ。いろんなこう細かく調べられるんだ。全部調べられるようになって、まあ、この箱の中がもう怪しいよね。この箱の中。だいたい箱の中にあるでしょ。ほい。おもちゃ箱か。中にたくさん物が入ってるな。ちょっと角度を変えてみるとするか。あるじゃん。すごい簡単だ。こんなところにあった。本当や、ミラミー。や、ミラミー。無茶したんじゃないこれ。これは木の実型のぬいぐるみだ。間違って食べるやつはいないよな。ぬいぐるみなんだね、これね。ぬいぐるみがいっぱい置いてあると。あともう一個だね。あともう一個どこだ？あ、あったここにあったね。こんなところに宝石を隠すとは、闇闇意地が悪いな。よし。これ以上調べられるところはないな。オッケー。まあ、これで3つ探したからいいよね。なんだ？はい。宝石は見つかったか。どうだ？ 3 つ全部見つけたぞ。これ可愛いよね。宝石を隠して見つけようみたいな。めちゃくちゃ簡単だし。なんだと？まさか全部見つかっちゃうなんて。約束通り俺のことをレントラーに伝えてもらおうか。多分、オイラが伝えるまでもないと思うぜ。レントラーさんのことだ。きっと、透視能力でこっちの部屋を見てるはずだ。おお、透視能力。そいつは便利な能力だ。なら、あとはどうやってレントラーの部屋まで行くかだな。屋上で聞けばいいだろう。いや、待ってる時間が欲しい。何か手はないものか。あ、穴があるじゃん。ダクトか。ここを通れば他の部屋とも行き来できるんじゃないか。問題はどうやって行くかだ。ナッシーの時のように登れないし。やれやれ、来た、ゴロンダ。入れてくれるんだね。さあ、仕方ねえなと掴んで。そして、おーおーおー、ブンブン投げて、お手玉みたいに。投げるの？ゆっくり、ゆっくり入れてくれない。投げ込み。あ、そしてもう突き抜けたね。お、レントラーがいるね。レントラー。来たか、ピカチュウ。よう、レントラー。昨日は痺れる挨拶ありがとよ。
口の減らんやつだな。まあ口だけではなかったようだが、闇ラミとのやりとりは見ていた。少し頭が切れるようだ。これであれで認めてくれるのよ。いいね。やっと俺の実力が分かってきたようだな。それで俺に話があるのだろう。まあ今この警察署では何かが起きている。俺はその謎を解き明かして自分の無実を証明したいんだ。そんなことができるのか。できると俺と俺の相棒とそしてお前たちの力があればな。そうか、分かった。いいだろう。お、話が早いね。ずいぶん話が早いな。少し拍子抜けしたぞ。俺は俺で目的がある。おお、その目的を果たすためにもお前に協力した方がいいと思っただけだ。だったら最初から仲良くしてくれよ。半端な奴を仲間にすると足を引っ張られるからな。なるほどね、見極めてたんだ。俺を試したってわけか。あんまり好きになれそうにないぜ。で、これからどうするつもりだ。まずは少しでも情報が欲しい。何か知らないか。今日も新入りが来たようだ。保護室はあと2つある。そこに入れられたらしい。新しく連れてこられたポケモンか。確かに興味があるな。待てピカチュウ、話はここまでにしておこう。人間がやってくるようだ。すぐに部屋に戻れ。お、助かったぜレントラ。なるほど、通して便利だな。確かに超便利だ。無駄口を叩くな、急げ。分かったよ、じゃあまた後でな。さあ人間来たね。誰か来るな。あ、バトラーだ。ん、おとなしくしてるな。バトラーか、なんで局長が自らこんなところに。昨日一悶着あったようだが、ピカチュウに怪我はないようだな。俺を心配してくれてるのか。それはどうも。まったく面倒なことだ。ん？あー、だるいだるい。なんだなんだ、急に人が変わったな。なんでわざわざ私が様子を見なきゃならんのか。まったく迷惑なことだ、こんなピカチュウ一匹に。この後はなんだ、この後は。失礼だろう。あー、ピカピカうるさい。いくら泣いても助けは来ないぞ。いいか覚えとけ。お前はここから出られないんだ。え？何だったんだ今のは。前に会った時とは様子が違ったが。どうも、ここはおかしいことばかりだ。まああいつも言ったようだし、調査開始といこうか。今日連れてこられたポケモンというのに会いに行こう。さあ新入りポケモンね、ここから入れてもらえるのかな。うん、レントラーはあと2つ保護室があると言ってた。他の部屋の様子も気になるな。ダクト通って行ってみるか。頼むぜゴロンダ、ゆっくりとな。そう、ゆっくりとね。最速記録を目指すぜって言ってるわ、怖すぎ。お、いいね、かわいいね。大丈夫か。おお、ぷよーんと10点満点の着地だな。かわいい。なんとか出られた。よし、レントラーたちとは別の保護室に着いたぞ。早速新しい空来たポケモンとやらに話を聞いてみるとするか。さあ誰が来たんでしょうか。あ、モルペコだ。あ、インテレオンも捕まっちゃってるじゃん。この前話したよね。モルペコどうした。腹ペコの苛立ち。そう、モルペコはあれなんだよね。お腹減ってると悪くなっちゃうんだよね、こういう風にね。モルペコ少し話を聞いてもいいか。話すことなんかね。お前何か食べ物持ってねえのか。そう、お腹がいっぱいになったら可愛い姿になるんだよね。俺たちの食事は保護局が用意してくれるはずだぞ。はぁ、そんなもの待ってられねえぜ。待ってる間、俺と話をしないか。退屈しのぎになるぞ。なんだと、しつこいぞお前。話してくれるんかい、モルペコについて。モルペコ、お前について教えてくれないか。俺の技知ってんのかお前、ものすげえんだぞ。電気タイプの技になったり悪タイプの技になったりしちまうんだ。そうだね、電気タイプの技、オーラ車だったっけ確かね。念のために聞くがモルペコ、ヤドンゾウに何もしてないよな。あ、そう、電気タイプ使えるからね、モルペコね。ヤドンゾウに何かする、何だすりゃするわけねえだろ。だよな、何でもない、忘れてくれ。モルペコはどうしてここに連れてこられたんだ。人間の奴ら頭に来るぜ。俺が食べ物を盗んだ、そんなことするわけねえだろ。思い出してムカムカしてきたぜ。気持ちはわかるが落ち着けよ。暴れても何も解決しない。うるせえ、俺に命令するな。ここに来て何か気になってることはないか。さっきも言っただろ、食べ物だ。食べ物をくれ。とにかくやっぱお腹が減ってんだよね。残念だが俺は食べ物を持ってないんだ。腹減った、そして腹が立つ。後で食事が運ばれてくると思うからもう少し待ってろよ。 OK。 でインテレオンね、前回か前々回話したよね、インテレオンにね。
よう、インテレオン、少し話を聞いてもいいか？君は一体誰だい？名探偵ピカチュウだ。ここから出る手がかりを探してるんだ。なるほど、他の部屋から来たんだね。僕は今日ここに来たばかりだけど、力になれるのかな？どんな些細なことでもいい、情報が欲しいんだ。わかったよ、そういうことなら協力しようじゃないか。ありがとうよ、助かるぜ。インテレオン、お前について聞いてもいいか？僕は指から水を出せるんだ。花に水をやって育てるのさ。そうだよね。いいことだな。花の世話以外にも使えそうな特技だ。水鉄砲で他のポケモンと遊ぶこともできるけど趣味じゃないな。僕はもっと穏やかに優雅に暮らしたいんだ。ね、なんか悪いことをしそうな感じじゃないもんね、インテリオンもね。インテリオンはどうしてここに連れてこられたんだ？どうやら僕は花屋で暴れた犯人だと思われてるらしい。全く心外だよ。僕は心から花を愛してるのにね。おとなしくいたもんね、お花屋さんのところにね。インテリオンはやってないんだな。もちろんだと思う。僕は花屋のパートナーだ。毎日花の世話をしていたんだ。自分で花を台無しにするわけないだろ。そりゃそうだよね。あ、信じれて、インテリオン。ありがとう。しかし犯人は誰なんだろうね。インテリオンは何か気になってることはあるか？僕が連れてこられたことでパートナーの人間に心配をかけてるね。それに残してきた草花が心配だな。僕がいなくてきちんと育つかどうか。優しいな、めちゃくちゃ。人間とお花の心配してるんだね。きっと大丈夫だ。生命力は意外と強いからな。そうだといいね。うん、そう信じることにしよう。オッケー。レントラは二つって言ってたから、あと一つ部屋があるはずだ。そっちにも行ってみるか。オッケー、行ってくるねー。じゃん。さてさ。あ、そう、どうやって登るんだ？よろしくな、インテレオン。お、インテレオンがやってくれるのか。高いからね。いざ。おお。は？投げ込まれたのかな？オッケー。痛いよね。高いからね、場所がね。おお、ミルホックだ。この部屋で最後か。ダクトを通れば上の階に行けそうだが、どこに出るかわからんしな。まだ派手に動くのはやめておこう。今は聞き込み調査だ。俺も話したことあるよね。ミルホック、お前もここに連れてこられたのか。ピカチュウこそこんなところで何してるんだ。多分ミルホックと同じだと思う。え、一体どういうことだ。ひとまず落ち着いて、ミルホックの話を聞かせてくれ。なんか正義感が強いポケモンみたいな感じだったよね、確かね。パトロールしてるって言ってたもん。ミルホック、お前のことを教えてもらえるか。俺っちは目を光らせることができるんだ。そいつはすごいな。夜に出歩くときに便利そうだ。だが俺っちを見ない方がいいぞ。目がくらむからな。ミルホックはどうしてここに連れてこられたんだ？まあ大体察しはついてるんだけどな。どういうことだ？多分身に覚えのないことで人間に捕まったんだろう。その通り、よくわかったな、ピカチュウ。ここにいる奴らみんなそうだからな。そうだよね。俺は昨日ここに来たんだが、ミルホックはいつからだ？今日ついさっきだ。急に人間が集まってきて驚いたぞ。俺っちも人気者になったのかなーなんて思ったが、気のせいだったとは。警察に追いかけられるのは勘弁してほしいよな。ミルホックは何か気になってることはあるか？俺っちは俺っちなりに街を見守ってたんだ。そうだよね。そう言ってたよね。俺っちがいなくなって街が大丈夫なのか、それが気になってるのは。優しいんだよね、みんなね。ポケモンがたくさん保護されて大丈夫じゃない状況だ。ただミルホックが見守ってくれていても防げないことだとは思うけどな。そうか、力不足で悔しい限りだ。さあ、あとデデンネちゃんがいますね。デデンネちゃん、デデンネ、電気プリーズ。デデンネ可愛いよね、デデンネね。デデンネか、少し話を聞いてもいいか。あ、お前ピカチュウか。なんで俺はピカチュウだが、どうしたか、どうかしたか。お前のせいだ。お前のせいで僕は捕まったんだ。おいおい、一体どういうことだ。お前、噴水広場の宿図壊しただろう。そのせいで人間たちが僕を警戒してるんだわ。電気ポケモンだからっていう理由で捕まえられたの、もしかして。まさか電気タイプのポケモンを手当たり次第に保護してるのか。だが出てね、ヤドンズを壊したのは俺じゃない。は？じゃあ僕が捕まってるのはなんでなんだよ。それを知るためにも、デデンネが知ってることを教えてくれ。デデンネは電気技を使えるよな。それがどうしたんだ。まさかお前がヤドンズを壊したなんてことはないよな。
僕がヤドンゾを壊して何の得があるって言うんだよ。そうだよな。だよな、疑って悪かった。うん。で、デンネがここに連れてこられたのは俺のせいって話だが、きっとピカチュウの仲間だと思われてるんだ、関係ないのに。勘弁してほしいぜ。しかし保護局は何考えてるんだ。俺が犯人だと思ってるなら俺を捕まえたら済む話だろうに。いや、そう、ほんとそうだよね。その後だもんね、多分ね。ピカチュウが捕まった後に、デデンネが捕まってるんだもんね。ここに来て何か気になってることはないか？気になること？いつここから出られるかしかないだろう。僕には人間のパートナーがいるんだ。早く帰らないと心配かけちゃうよ。みんななんかあれだね、パートナーのこととか考えてて優しいな。そうだよな、俺もティムを安心させてやりたいよ。これダメだよ、こんなね、逮捕したら。さあ、欲張りっすか。花より木の実、お、花より団子みたいなことだ。欲張りすきました。なあ、欲張りす、少し話を聞いてもいいか？うん、いいけど、君は何なの？怪しいもんじゃない。名探偵ピカチュウだ。へえ、名探偵、かっこいいね。それで何の話を聞きたいの？欲張りす、お前のことを教えてくれないか？僕、他のポケモンより歯が硬いんだ。そうだね。どんな木の実でもかじって食べられるよ。その自慢の歯で、部屋の壁に穴を開けて脱出するのは、それ本気で言ってる。さすがに難しいか。ヨクバリスはどうしてここに連れてこられたんだ？さあ、僕よくわかんないよ。僕は今日もいつも通り木の実を食べていただけなんだけどな。誰かの木の実を盗んだわけじゃないんだよな。そんなことは僕にはできないよ。だって盗んだら喧嘩になるもん。優しいね。いくら木の実が欲しいからって、喧嘩は痛いから嫌だよ。それは俺も同感だ。だが、だとすると保護局は一体どうして欲張りすを？欲張りすは何か気になってることあるか？ここには木の実がないよね。木の実持ってない？残念だが持ってないな。そうなんだ。もし木の実を見つけたら譲ってね。まあいいけど、警察署に木の実は落ちてないだろうな。お腹減ってる子多いな。そういえば、この建物の中、木の実はないけど、ゴミが落ちてたよ。お、ゴミ？うん、見る？ 2168。 これは人間が書いたメモだな。2168と書いてある。僕には何のことかわかんないや。このメモもらって言っても構わないか？さすがにそれは食べられないしね。君にあげるよ。ありがとう、ヨクバリス。優しいね。どのポケモンたちも身に覚えのないことで連れてこられたと言っている。だがこれだけの数が無実の罪で保護されていたらさすがに問題になる。なぜ誰も疑問に思わないんだ。そうだよね。これはもうちょっと調査の手を広げる必要があるな。レントラーと一度相談してみるか。さあレントラー、こっからは誰がやってくれるんだ？ミルホックか？一番大きいのは。さてさて。ねえ、どうやって壁に登るか。ミルホック、よろしく頼むぜ。ミルホック行けるか？ミルホ。任せなって、なるべく体を丸くしてくれよ。やっぱり投げるんだね。そう、投げ入れるしかない。いや大変だね、投げられて着地して。やったぜ。いや痛いよな、何回も何回もね。さあレントラーさん、戻ってきたかピカチュウ。あ、他の部屋の様子を見てきたぞ。罪のないポケモンたちが次々と連れてこられている。ここにいる連中と同じだな。やっぱりお前たちもそうなのか。詳しくは本人たちから聞くといい。そうさせてもらうさ。それと一つ相談があるんだが、保護室を出て署内を調べたいんだ。なんとか見つからずに中を調べる方法はないか。俺の透視能力があれば人間などには見つからん。確かにお前がいれば助かる。でもどうやってここを出る？簡単な話だ。この部屋のドアを開ければいい。は？何言ってるんだ。この近くに人間が集まる部屋があり、そこに機械が置いてある。その機械を操作すると部屋の鍵が開く仕組みになってるらしい。そこはきっと見張り室だな。鍵じゃなくて機械で管理してるのか。よくそんなことしてるな。ここから人間が操作するのを通して見ていたからな。すごい能力だね。だが機械のことなどわからんし、俺ではその部屋まで行けない。そこで俺の出番ってわけか。どんな操作をしていたかだけでももう少しわからないか。何か小さいものを押し込んでるようだった。パスコードか何かが必要なのか。さっきそれらしいメモはあったか。
あの部屋のダクトから、あの壁のダクトから行けないか？とりあえず試してみるぜ。今なら部屋に人間はいないがヘマをするなよ。オッケー、じゃあ行こっか。どの部屋に行こうかな。さあ見張り室。おい、レパルダス、頼むぜ。さあレパルダスがやってくれるんだね。成功するように祈って出たって。頑張れピカチュウ。あいつ出て、誰も見てないよな。よっしゃ、ナイス着地だ。お、ここがレントラーの言ってた部屋だな。保護室の管理はここでしているのか。さてあいつの言っていた機械ってのはどれだ。機械ね、これじゃない、うん、これが部屋のドアのロックをかめっちゃ噛んだ。これが部屋のドアロックを解除する装置のようだな。やっぱりパスコードを数字で入力するとドアが開く仕組みのようだ。どれ、欲張りすからもらったメモの数字を入れてみるか。え、なんだったっけ？ 2168 だっけ？216、あ、間違えた。2168だったと思う、確かね。あ、開いた開いた。よし、うまくいったぞ。これで部屋のドアが開いたはずだ。せっかくだから、この建物の情報がないか調べていこう。さあ、いろいろ調べましょう、じゃあね。さあ、まずは椅子ですね。これは、警察署の見取り図か。おお、見取り図があった。住民用みたいだが問題ない。これがあれば署内を調べやすくなる。なるほど、地上の2階建て部分に人間の事務所があるんだな。少しの間借りていくとするか。おう、さて警察が来る前にさっさと部屋に戻るとするか。ロックを解除してきたぜ。これで警察署内を調べられる。よくやったお前を仲間にしておいて正解だったようだな。やっと俺の実力を認めたか。それじゃあ調査と行くとしようぜ。あ、俺の背中に乗れ。お、コラボレーションだ。頼むぜ、レントラ。かっこいい。いや、届かないか。さすがにガーディでも届かなかったもんね。かわいい。誰かなんとかしてくれないか。かわいいな。助けてあげて。うわ、レパルダスはちょっとあれだな、お母さんみたいな感じだ。おお、オッケーオッケー、ナイス。かっこいい音楽流れ出した。行くぜレントラー。おー、かっけー。さてどこから調べるんだ。お前の考えを聞きたい。署内を調べるならそうだな、とりあえず1階に向かおう。見取り図によると資料室があるようだし一回だな。分かった。よし、行くぞレントラー。かっこいいね。まあここ開けていくんだね。で、見つからないようにするみたいなことなのかな。一回ってどっちなの。おーはーい、やっはーい。話しかけてみよう。鍵を開けて入ってきたのか。よくそんなことができるものだ。俺は器用だからな、レントラーの作戦を成功させてきたぜ。なるほど、それは俺にはない特技だな。鍵が開いてるからって勝手に逃げ出したりするなよ。ちゃんと外に出るためにはまだ下調べが必要だからな。わかった、お前たちを信じて待っていると思う。任せておけ。さあみんなのためにもね。まあ、こっちはいけないんだね。じゃあこっちですね。行ってきやーす。まずは1階に向かいます。気をつけろピカチュウ、部屋の中には人間がいるようだ。さっき来た時はいなかったが戻ってきたのか。見つかるとまずい、気をつけて通るんだ。投資できる壁などの前に移動すると、投資するが表示されると。中を見れるんだね。部屋の中を投資して警察が見てない時にこっそり動くようにしましょう。見つかってしまうとやり直しになります。あんま正直ピンとこない、来てないけど。ん？いけるの？ん？どういうことだ。あ、今見てないってことかな。だから行けるってことかな。 OKOKOK、 そういうことだ。それでどの部屋に行けばいいんだ。待て待て、今見取り図を開く。まずは一番手前の資料室だ。その後に隣の会議室も調べておきたい。奥にも広い部屋はあるようだが、そっちの部屋は人間がたくさんいるようだぞ。となるとそれを後回しにしておいた方がいいな。
では手前の部屋とその隣の部屋だな。あ、頼むぞレントラ。オッケー。手前の部屋ね。どっか行くのかな。はいはいはい。移動した。しまった。今なら行けるということですね。はい。そして調べよう。ヤドンの像が破壊された時の写真。おお来た。お、ピカチュウだね。お前の姿がバッチリ映ってるな。なんか背中についてるしね。違う、俺じゃない。でもどうしてこんな写真が。帽子も被ってるもんな。こいつは、持っていくとしよう。ティムとしっかり調べないとな。これは俺たちが付けられてる四角い機械の説明書。おお、機械。みんなの首の後ろや背中についてるだろう。レントラーにもついてるぞ。説明書にはポケモンへの取り付け方が書いてある。それだけか。そうだな、この機械が一体何なのかは書いてない。まあたくさんあるし、一枚持っててもバレないだろう。よし、この部屋に気になることは大体調べたな。ならば他の部屋に行くか。オッケー。で、会議室、あれ、これを出ると。オッケー。で、次は隣の部屋ですね。隣の部屋には、あ、誰もいないんじゃない。うん、誰もいない、誰もいない。いけ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 。はい、ここにいるポケモンたちがやった事件のリストか。人の食べ物を盗んだとか、花屋の花を傷つけたとか。それに俺の名前もある。噴水広場での器物破損か。だがこのリストは嘘っぱちだ。俺をやってないし、他の奴らもそう言ってた。お、レントラの名前も載ってるぞ。二番街の奥でグライナと暴れたと書いてあるが。てん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 。一体何があったんだ。ここで長話をするのはいいとは思えんが、確かに。言いにくそうだな。じゃあ後で聞くが。ん？リストにメタモンの名前がある。保護室にはメタモンなんていなかったぞ。俺も見たことがないな。うわ、メタモンが、化けてるんだ、じゃあ。で、でっち上げてるってことじゃない？うん、俺たちが来るより前のようだし、もう釈放されたってことかもな。なんか今、動かなかった。危ない！いや、なんかこういうの黙っちゃうよね。黙っちゃったわ。危ねえ。なんでこれ、バトラー局長の、就任記念ポスター。バトラーが局長になったのは今から1年前か。こんなもんわざわざ作るなんていい趣味とは言えんがな。さあ、あとここにもあるね。保護局が目をつけているポケモンのリストか。なんだこの数は。こんなにたくさんのポケモンを保護するつもりなのか。こんなに保護すると警察署に入りきらないんじゃないのか。そのリストにグライナの名前はあるか。あったぞ、ここにグライナと書いてある。そうか。お前グライナとどういう関係なんだ。説明すると長くなる。そうかい。じゃあまた後で聞かせてもらおうか。よし、この部屋の気になることは大体調べたな。 OK、 いろいろ調べて回ったが、無実の証明ができる証拠はないな。手がかりは見つかったが、ここを脱出するためにはまだ足りない。他の場所も調べてないみたいところだが、人間の多いところに行けば見つかってしまうぞ。分かってるさ。だがバトラーのことも気になるし、なんとか上の階 にある局長室も調べておきたいんだ。なら行ってみよう。その部屋はどこにあるんだ。見取り図によると2階だ。気をつけていこうぜ。2階ね。大丈夫かな。お、局長室があるのはこの階だ。その廊下を曲がってすぐ。わかった。さあ、怖いですよ。待て、これ以上はまずい。人間が見張りについている。何？局長室は目の前だっていうのに。なんとかあの部屋を調べたいが難しいか。おとなしく引き返すか。そうだ。なあ、もや天井からでも投資できるか。もちろんできるが、それがどうした。屋上からなら下の部屋を見れるだろう。なるほどね。なるほどな。よくよく小賢しいことが思いつくやつだな、お前は。賢いと言ってくれよ。そうと決まれば早速屋上へ向かおうぜ。さあ、屋上ね。やったな。よし、屋上に着いた。やったぞ。屋上には誰もいないみたいだな。この辺りからでは見えにくいな。もう少し部屋の近くへ行きたい。じゃあ真ん中まで行こう。だいたい真ん中ぐらいまで進んだあたりだ。あ、真上、ごめん、真上まで行こうか。ここか。この場所からなら局長室を通しできるよな。
あ、見てみるとしよう。頼むぜ、レントラー。さあ、いけるか？任せろと。あ、寝てるな。椅子に座ってふんぞり返ってる。仕事サボってあんのか？他に何か怪しいところは？ということは、そこを通っていけるってわけだな。ポケモンのか？待てよ、局長のパートナーなんて見たことないぞ。おお、いるのか。はいはい、金属の金庫があるんだね。金庫か、やったな。金庫とはいかにも何かありそうじゃないか。俺の目でも箱の中までははっきりと見えない。やはり直接行って調べるしかないな。だが部屋の前には人間がいるぞ。そいつはおそらく見張りの警官だろう。いなくなるのを待つのは難しいか。となると取れる方法は一つ、ダクトを通っていくしかないな。保護室と同じようにか。さすがに地下には繋がってないが、1階からならなんとか行けるはずだ。俺はあのダクトには入れん。お前が一人で行くことになるぞ。何、ヘマはしないさ。俺は名探偵だぞ。そうだったな。どの道、今はバトラーがいるから無理だ。一度保護室に戻ろうぜ。あ、そうするとしよう。はあ、無事戻ってこられたな。あ、どうだった？俺たち外に出られそうか？いや、まだしばらくかかるぞ。そうだな、ピカチュウ。ああ、だが必ず助けてやる。俺を信じて待っててくれ。あとは俺たちの無実の証明だが、これはティムに任せるしかない。ティムって誰？人間？あ、俺のパートナーだ。探偵としてはまだまだだかな。探偵なのか？ああ、しかも信じられないかもしれないが、俺とティムは言葉が通じるんだ。嘘つくなよ。そんなことあるわけないだろ。ピカチュウ、その人間と連絡は取れるのか？昨日も面会したし、今日も来てくれるはずだ。そうか、ならば頼みがある。街にいるグライナーの様子を見てくるように頼んでもらえないか。お、グライナーの様子を気になってるね、むちゃくちゃ。別に構わないが、そのグライナーに何かあるのか？てん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 。レントラーはここに来る前にグライナーと喧嘩をしたらしいの。あ、ちゃんと喧嘩したんだね。それでグライナーは怪我をしてしまって、おそらくレントラーは気にしてるの。おー、なるほど。まあ、仲良しだけど喧嘩しちゃってってことなのかな。ほう、お前がそんなに友達思いだったとは知らなかったよ。余計なお世話だ。分かったぜ、レントラー。次の面会の時にティムに伝えておく。助かる。私からもお礼を言うわ。ありがとう。グライナーはおそらく2番街にいると思うわ。なるほど。そのこともティムに伝えておこう。さて、ティムは今何をしているかな。さあ、こっからティム編になるのかな。保護2日目、朝ティム。ライムシティにはもう一匹別のピカチュウがいるかもしれない。まあ、これがなんかメタモンっぽい感じがしたよね。さっき見た感じね。もしそうならヤドンゾを壊したのもきっと。早く見つけて真相を解き明かそう。あ、ティム。誰だ、レイチェルだったっけ。レイチェルだ。どうしたの。どうしたもこうしたもないでしょ。ピカチュウが捕まったって本当なの？心配してくれたんだ、レイチェル。当たり前じゃない。それでピカチュウはどうなの。ピカチュウには器物破損の容疑がかかってる。保護局が間違えたんじゃないの。うん、犯人は別にいるんだ。保護局が言いにくすぎる。保護局は、犯行時の写真が証拠だと言ってる。だとしたら僕の相棒じゃない。別のピカチュウがこの街にもう一匹いて、そのピカチュウが犯行に関与してるかもしれない。そうね、ティムのピカチュウが悪いことするわけないものね。それじゃあ早速行動しましょう。どこから調べるの。え、一緒に来るの。協力してくれるのは嬉しいけど、遠慮する必要なんてないよ。友達が困ってるんだもの。ティムもピカチュウも私の友達、助けるのは当たり前でしょ。レイチェル、ありがとう。そう言ってもらえると心強いよ。じゃあ事件があった噴水広場の周辺から調べてみよう。さあ、噴水広場。お、エネコロロだ。こんにちは。エネコロロ、可愛いよね。気ままな都会暮らし。なんと可愛いんだ、エネコロロ。こんにちは。エネーン。可愛らしいポケモンだね。エネコロロ可愛いよな。あ、またいるわ。ん？
またブラッドさんが、あ、ごめん、邪魔しちゃった。ボイスついてた、せっかく。ワゴンを調べてる。うん、なんか、何か、ぐちゃってなってるね。やけにここにいるもんね。ブラッドさんは昨日も噴水広場を調べていた。一体どうして？ピカチュウの事件の痕跡を探してるんじゃないかな。そうだね、何かが残ってるのかもしれない。僕らも行ってみよう。ここの辺りを見てましたよね。ほい、よし、よし、この辺りの痕跡を調べてみよう。犯人のピカチュウの痕跡を見つければいいのね。でもティムのピカチュウの痕跡と見分けがつかないんじゃ。そうかもしれないけど、それでも調べてみないと始まらない。それもそっか、見落とさないように調べてみましょう。よし、犯人のピカチュウの手がかりがないか調べてみよう。まずはこの怪しい怪しい跡ね。あ、ポケモンの足跡がある。結構大きいな。これはピカチュウの足跡じゃないね。他に何かわかる？ティム、このポケモンは表通りの方に向かったみたいだ。はい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 。で、あとくしゃくしゃの紙ね。紙が落ちているね。これはただの紙くずだね。事件とは関係なさそうだ。関係ないんかい。あとこれね、切符みたいなようなものが、これはバスの切符だね。ポケモンが一人でバスに乗るわけないしな。乗ったら面白いことになると思う。移動中楽しく過ごせそう。あとはこの、まあ草か。あ、ちっちゃい足跡があるね。ちっちゃい足跡、これ。あ、ポケモンの足跡がある。ピカチュウの足跡とは断言できないけど、大きさは似ているね。広場の裏の2番街に向かっているね。途中で消えてるのが気になるけど。はい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 。で、あとはもうこのカップケーキか。落ちたカップケーキね。食べ物が落ちてるね。この屋台で売ってた食べ物かな。よし、これ以上調べられることはないな。オッケー、推理しよう。さあ、推理タイム来た。何を推理するって言うんだ。うん、犯人のポケモンの行方を推理しよう。はいはい、行方ね。2番街に向かったっていう話じゃなかったっけ。表通りは、人間って書いてあったもんね。ポケモンは2番街に行ったってことかな。よし、この小さい足跡、大きさからして別のピカチュウかもしれない。きっとそうよ。足跡の向きを見てみると、路地の方へ向かったみたいね。その先は2番街よ。2番街か、別のピカチュウを見た人がいるかもしれない。行ってみよう。犯人のピカチュウを見た人が2番街にいるかもしれない。ティム、行ってみよう。オッケー。この先が2番街か。ピカチュウを見た人が見つかるといいね。オッケー、行ってみよう。さあ、どうだ？2番街ね。結構がっつりだね。がっつり街だね、うん、ここが2番街だね。パトカーのある駐車場の左が警察署よ。警察署の方へ行くとハイハット通りの、ハイハットカフェのある通りに行けるね。もうポケモンの足跡は見えないね。消えちゃってるみたい。ここからは聞き込みで情報を集めないとね。ピカチュウを見た人を探してみよう。最近ポケモンが保護されてるところを見たことはありますか？私は見たことないわ。そういえば最近街でポケモンが保護されてることが増えてる気がするわね。確かに街のポケモンの数が減った気がする。もしかするとピカチュウの件と関与してるのかもしれないな。 OK、 なんだかライムシティのポケモンがたくさん保護されていってるね。うん、保護されたポケモンに何かがあったんだとしても急だね。もう一匹のピカチュウとも関係あるかもしれないし、調べてみよう。いいけど、どうやって調べるの？保護されたポケモンのパートナーなら何か知ってるかもしれない。そうね、じゃあパートナーの人を探しに行きましょう。ああ、全くベロバーのやつ。あ、どうされたんですか？俺のパートナーのベロバーが、大変なことをしてかしたみたいです。そう、ベロバー捕まってたよね。あのピンクのポケモンね。ベロバーっていたずらが好きなポケモンですよね。ああ、そうなんだよ。いたずらが行き過ぎたのか。詳しいお話を聞かせてもらえませんか？一体何があったんですか？俺のパートナーのベロバーが保護局に連れて行かれたんだ。突然のことで驚いてよ。まさかこんなことになるなんて。もしかしてベロバーがいたずらして人に迷惑をかけたんですか？
察しがいいね。保護区の人はそう言ってたよ。ただ俺はどうにも信じられないんだよな。ほう。おととい噴水広場のヤドン像が壊れた日にピカチュウを見ませんでしたか？いや、俺は見てないな。僕はヤドン像を壊した犯人を追ってるんです。君は探偵さんか。犯人見つかるといいな。ベロバはどんな事件を起こしたんですか？ベロバのやつ、人の貴重品を取っちゃったらしいんだ。はいはいはい。場所はここだよ。このハンバーガーショップの前でね。事件は監視カメラで撮られていて、ベロバーがバッチリ映ってたみたい。ただ俺信じられないよ。あいつああ見えていいやつなんだ。ベロバーは光るものが好きで、落ちてるものを拾ってくることはあるけど、でもあくまで落ちているものなんだ。人のものを盗んだことはないんだよ。その話を信じたいところですけど、疑われるのも無理ないよね。まったくベロバーのやつかわいそうに。本当にベロバーが犯人なのか気になります。少し現場を調べてみますね。うん。ベロバーが事件を起こしたのはバーガーショップの前だ。事件の痕跡を探してみよう。はいはい、ここね、現場検証。ベロバーが人の貴重品を奪った現場だ。手がかりはないかな。よし。よし、調べてみよう。お、なんだ？お金が落ちてるぞ。ん？ピカピカのコインが落ちてる。これはベロバーの事件の時の落とし物かな。だとしたら少し不自然だね。確かにベロバーは光るものが好きだったはず。君の言う通りだ。ベロバーならコインも拾うはずだ。ああ、そうだね。だとすると、ここにコインがあるのはなぜなんだろう。よし。気になることは大体調べたかな。おお、早いね。な、お花屋さんに話聞いてみよっか。インテレオンがいたもんね。インテレオンのパートナーだ。どうしてこんなことに。どうされたんですか？あ、ごめんなさい。ちょっと辛いことがあって。僕たちポケモンの事件を調べてるんです。私たちにできることがあるかも。相談に乗りましょうか？優しい人ですね。ありがとうございます。辛い出来事ね。一体何があったんですか？今朝気づいたら、うちの店のお花が荒らされてたんです。それで保護局の人たちが来ていろいろ調べてくれたんですけど、どうして私のインテレオンが。もしかしてインテレオンが連れて行かれちゃったんですか？はい、そうなんです。ナナコがそんなことするわけないのに。いや、パートナーの人もそう思ってくれてるよね。おととい噴水広場でヤドン像が壊れた日にピカチュウを見ませんでしたか？ごめんなさい、ちょっと覚えていませんね。そうですか。保護されたインテレオンについて詳しく教えてもらえませんか？インテレオンは私のパートナーです。小さい頃からずっと一緒でした。花が好きで、いつも丁寧に水やりをしてくれてるんですよ。あの子が悪いことをするなんて私には信じられません。それなのに保護局の人はインテレオンが花を荒らしたと決めつけたんです。辛いですね。インテレオンが花を荒らしたのは実際に見たんですか？いえ、見てません。でも保護局の人は監視カメラの映像が証拠になるって言ってました。現場を調べてみてもいいですか？何かわかるかもしれません。どうぞ。うちの店の花壇がそうです。ねえ、花屋さんの花壇を調べてみましょう。ここね。よし。さあ、なんか傷があるね。傷跡が。これはなんだ？壁に傷が残っている。鋭い刃物のような切り口だ。ナイフで切りつけたような傷跡。刃物といえばインテレオンの尻尾はナイフみたいになってるけど、でも私のインテレオンは今まで尻尾なんて使ったことないのよ。よし。気になることは大体調べついて OK。 あ、モルペコのパートナーだ。あ、まさかこんなことになるなんて。どうされたんですか？君は経験したことがあるかい？一番の友達がいなくなってしまった経験。それは悲しいことですね。だろ？僕に今日起きたことはまさにその出来事なんだよ。辛いでしょうね。よかったらお話を聞きますよ。ありがとう。話せば少し楽になるかもしれないな。一体何があったんですか？今日いきなり保護局の人がやってきてね。ああだこうだと幕下ってってから僕のモロペコを連れていくと言ったんだ。僕は抵抗したんだけど、保護局の人は証拠もあるしルールだからと言い張ってね。モロペコはしょんぼりして連れて行かれたよ。ひどい話ですね。いや、全くだよ。保護されたモルペコについて詳しく教えてください。モルペコは僕のパートナーなんだ。とっても元気でたくさん食べる子だよ。そのせいで保護局に疑われちゃったのかな。どういうことですか？昨日の夜にポケモンが事件を起こしたみたいでね。ちょうどこのカフェの前でポケモンが人の食べ物を取ったらしいんだ。はい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 。
モルペカは関係ないのに捕獲局は犯人がモルペコだって言って、そんなことがあったんですね。モルペカはお腹が減ると怒りっぽくなって、体毛の色が変わるんだ、そう黒になるからね。でも今まで他人の食べ物を取ったことはないんだよ。あの子が人に迷惑をかけるなんて考えられないよ。なるほど、少しこの現場を調べてみますね。なんかありますでしょうか。なんか黒焦げてるな。なんだこれ、黒いぞ。地面と壁が黒く焦げている。保護局の人が言うにはモルペコはメルダメだ言えない。モルペコが暴れてオーラ車を出したらしいんだ。オーラ車っていうモルペコの専用技だね。オーラ車はポケモンの状態によってタイプが変わる技だね。腹ペコ模様だと悪タイプ、満腹模様だと電気タイプ。そうだね。ね、電気タイプの技でもこういう焦げ跡はつくけど、だとするとモルペコは満腹なのに人の食べ物を取ったことになる。そうだよね。ほんとだね。どうなってるんだろう。よし、オッケー。お、これは前のあれだ、博士みたいな人だ。おや、こんな時間にこんなところでお会いするとは。声がかっこいいんだな。あなたはいきなりピカチュウの毛を抜いた。そう、毛抜いた、やばいやつ。ライムシティの制作ブレーン、科学者のマーロックです。相棒のピカチュウさんはどうしました？コンビ解消ですか？いや、そんなことは。あなたね、パパのところに最近出入りしてるのは。うわ、これはこれは、市長の娘さんではないですか。ライムシティも最近は物騒だ。早めにお家にお帰りください。ハワードさんも心配されますよ。ふん、余計なお世話よ。来たね。あなたには聞きたいことがたくさんあるの。パパに一体何を吹き込んでるの？ポケモンを管理する政策もあなたの提案なの？おっと、これはお嬢さんご機嫌斜めのようだ。日を改めてお話しした方が良さそうですね。それでは私は失礼しますよ。もうダメだ、滑舌が荒すぎる。また会いましょう。ちょ、文字数が多すぎてさ、いっぱい喋ってるからもう滑舌がぐちゃぐちゃだ。ああ、もう質問に答える前に言っちゃった。レイチェルが強く詰め寄りすぎるからじゃないかな。推理しよう。さあ、推理タイム来ました。うん、ポケモンたちが何があったのか、集まった情報で推理しよう。無実の罪で保護されている。そうだね、別のポケモンの罪をやられてるってことだよね、完全にね。よし、現場に残っていた痕跡はどれもそのポケモンが残しそうにないものだった。そうね、いつものポケモンらしくないってパートナーさんも動揺してたし、ピカチュウが逮捕された時も同じだった。同じようなことが立て続けに。でもどの犯行も必ず証拠写真があるから、いくらおかしいところがあっても保護局に信じてもらえるのは難しいよね。どの犯行も必ず証拠写真がある。いつもは取らない行動。もしかしてポケモンに罪を着せようとしている？どうしてそんなことを？あ、いや、怖がらせてごめん。確信があるわけじゃないんだ。ただ、現場には不自然なところがあるし、可能性は否定できないと思うんだ。もしそうだとしたら、何とかして助けられないかな。仮にポケモンが無実の罪を着せられて保護されているとしたら、それなんだけど、保護局と警察はどういうつもりなのかしら。しっかり調べずにポケモンを保護しているか、あるいは理由はわからないけど保護すること自体にを目的にしているとか。それって保護局も警察もいい加減な仕事してるってことよね。ポケモンたちのこと何だと思ってるのよ。全く、待ってレイチェル、落ち着いて。調べていけば不自然なところも何か見えてくると思うし。そうだね、ごめん。それじゃあ最近のポケモン保護について街で話を聞いてみよう。ええ、ポケモン保護について一番よく知っている人は、ポケモン保護局はポケモン保護局や警察の人だよね。ただホリデー警部はあまり詳しく知らなかったんだ。じゃあ他の警官の人たちに聞いてみましょう。そうだね、とりあえず行ってみようか。はい、ということで、ごめん、最後の方滑舌が悪すぎて全然うまく喋れなかったけど、今日はね、これで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。